ストリームラインはですね、クラウドで使うワークフローシステムになるんですけども、会社で使われている稟議書とか、経費精算とか、今まで紙で回していたものですね、これをクラウド上で実現するサービスになっています。特徴はですね、今お使いの稟議書とか経費精算書とか、そういった書類をですね、そのまま今使っているレイアウトのままですね、取り込んで使うことができますので、どこに何を書けばいいか、その辺も変わらずにお使いいただけるので、導入される時の業務変更もなくですね、ストレスなく導入できるっていうのが特徴になるかと思います。システム開発始めてもう30年になるんですけども、今お客さんが使われている社内の基幹システムとか、経理システムとか、そういったものとですね、ストリームラインをですねつなげて、連携させて使うための仕組み、しかも自社でそこの開発もできるっていうのがうちの強みかなと思います。月額1ユーザー300円っていう低価格で、提供してるんですけど、これ自体業界最安値ではあるんですけど、標準機能だけでお客様側でフォーマットを作ったり、さまざまなルートを作ったりっていうのを全部お客様側でできるサービスになっているので、自社でやっていただければ本当にユーザーあたり300円なので、100人で使われると月3万円だけでご利用いただけるというところでコストのメリットあるのかなと思っています。働き方改革、テレワーク等ですね、紙で稟議書を回したりですね、経費精算書いていたらですね、遠隔地からもう業務に参加できないんですね。そういうところはですね、ぜひクラウドを使っていただいて、クラウドのワークフローで稟議を回していただいたり、社内でお使いいただくのはもちろんなんですけども、今後は協力会社さんとか、パートナーさんたちと一緒にですね、業務を進められることが増えてくるかと思いますので、作業依頼であったり、見積もり依頼、それから見積もりの回答、そういったところでもお使いいただければなと思っています。